皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今日の課題曲は夏木綾子さんで夢花。最近私が喉の調子が悪いなと、特に低音が出にくいなと思っていたところに、この課題曲選んでしまいました。それでもっとキーを上げたいところなんですが、今日はプラス3でお付き合いください。楽譜の2段目の終わりあたりまで、ちょっと短いんですけども歌ってみましょう。早いとね、早口言葉みたいで、これからゆっくり。心と心つなぎ合い、こうだけがした。二つ目のこで上がります。心と心、心と心、右上にカッコに挟んだブレスの記号、これは息を継いでもいいし、継がないまでも隙間を空けましょうということです。心のローと同じ音から、つなぎ合い、つなぎ合い、心とですね。あ、ご一緒に3、はい。心と心つなぎ合い、今日という日を生きようよ。またまた一拍目から、今日という日を生きようよ、今日という、どこまで行くんですかね、行きまで、はい。今日だけが下で、うから行きまで同じ高さ。今日という日を生きようよ、生きようよ。2番、歩いて行くのは、まあ大丈夫ですね、はい。じゃあ今日とご一緒に3、はい。今日という日を生きようよ。それではイントロから、まだまだゆっくりです。1、2、3、心と心つなぎ合い、今日という日を生きようよ、それぞれ人の心の中の悲しみ苦しみは違うけど、それぞれ、まだまだ一拍目からです。それ、今度はレが上がっていませんね、はい。本来はレから上がるはずのところですけども、これは歌手に合わせました。それぞれ、それぞれ人の間を置いて、心の中の、心ののロとのが同じ高さ。のという音を上げたい方が多くなると思います。どうぞ辛抱我慢で。心のロの中の、
じゃあそれぞれ3、はい、それぞれ人の心の中の悲しみ苦しみは違うけど、悲しみ、またまた一拍目、悲しみ苦しみは違うけど、悲しみ苦しみは、みの音が短いのでみは、ここで息をついでもいい、まあちょっとね狭いから、でもちょっとこの隙間を空けるということがいいと思います。みは違うけど、1番はいいんですが、2番、希望という名の三連音符ですか、の一つしかない、希望という名の白い道、これは1番より2番が難しいね。じゃあ1番皆さんとご一緒に、悲しみ3、はい、悲しみ苦しみは違うけど、2、3、4、夢はといきますけど、さあそれじゃあそれぞれ3、はい、それぞれ人の心の中の悲しみ苦しみは違うけど、それでは前半仕上げましょう。がね、持たなくなります、申し訳ありません。2段目に戻りましょうか。3拍半数えて、夢は1、2、3、夢は捨てないで、夢を諦めず、何かちょっと違和感がありますよね。夢は捨てないで、これは普通でしょう。ところが2番が、後ろ振り向かず、そう、
図の音をあえて8分音符分右にずらしてやるという。まあここから特にまたね、はい、歌手の、ある種の癖がね出てくるんですよ。それをまたご丁寧に楽譜にしています。夢は捨てないで、その次、夢を諦めず諦めず、こう半拍分ずらしてやるじゃなくて、こうですね。はい。そしてこの次、また一拍目、明日に向かって歩こうよ。同じ音が明日に向かってあまでですね。明日に向かって歩こうよ、こうよ。自分で節を作らないで、この楽譜の通り、歩こうよ、およ、このようにお願いします。じゃあ2段目に戻って、3拍半数えて、夢は、はい、1、2、3、夢は捨てないで、夢を諦めず明日に向かって歩こうよ、夢が咲かせる花がある、心に花を咲かそうよ。止めます。夢が、3段目ですよ、真ん中、夢が咲かせるこれですね、すいません。夢が咲かせる、咲かせる、ちょっと残念ですけどこうなんです。花がある、そう、またずらしてあるルがね、花がある。そして2番は、感謝して、なんでここだけ普通に歌ってあるんだろうと思うんですけども、はい、夏希さんに合わせています。はい、いいでしょうか。夢が咲かせる花がある、そして心に花を咲かそうよ。心に花を咲かそうよ。ここももうはっきり初めから言いましょう。最後の夜の音が半拍また怒らせてある。こんな感じ、ここ気をつけましょう。咲かそうよ、咲かそうよ、じゃあ心に三、はい、心に花を咲かそうよ、じゃあ三段目の真ん中、歩こうよ、夢が咲かせる花がある、心に花を咲かそうよ。咲かそう
違いました。私はね、編集をしない、一発撮りをしてるんですよ。二十数分間止めません。綺麗な花を、歯が八分でした。木と礼が同じ。綺麗な花を、一番低い音、ここに一箇所出てきました。綺麗なの、なの音、キとレが一緒。綺麗な花を、綺麗な花を、その次、命の花を、いの、またいとのが同じ。結構難しいですよ。命の花を、きっと、命の花をきっと、これが一節です。一節で歌いましょう。命の花をきっと、との音はですから、もうとにかく短く。命の花をきっと、明日は咲かそうよ。花をきっと明日は咲かそうよ。とが短くてすぐに息を継ぐ。明日は、和が上がります。明日は咲か、咲か、さが短い。明日は咲か、6つが同じ距離。明日は咲かそうよ、そうとよが一緒。はい、それでは、きれい、三、はい。きれいな花を、命の花をきっと、明日は咲かそうよ。戻ります。ずっと戻って、二段目の三拍休んで夢は、はい、それでは一二三、夢は捨てないで、夢を諦めず、明日に向かって歩こうよ。夢が咲かせる花がある。心に花を咲かそうよ。綺麗な花を、命の花をきっと、明日は咲かそうよ。皆さんで二段目、夢はちょっと遅かったかな。はい、一二三四、足についてね、申し上げましょう。2番が終わりますと2段目に戻るようになっていますね。ここは、1小節と3拍半、約2小節、こんな感じです。2番の最後、命の花をきっと、明日は咲かそうよ。1、2、3、夢は捨てない。
こういう感じね。ずっとその、米印のとこ行きますよね。そうすると最後そのまま乾燥なく入っていきます。3番というかハーフですよね。最後最後、明日は咲かそうよ兄さん、きっと明日は咲かそうよ。そうですね、咲かそうよ。これで歌が終わった。もう一回、きっと明日は咲か、二拍子、そうよ。さあ、それではなんとかね、頑張って一番だけメロディーを弾きたいと思います。さあ、早いわ。頑張りましょう。最後にキーですけれども、女性の皆さんはこのプラス3もあり、1つ下げてマイナス、あ、プラス2、そしてプラス1、さらに私はノーマルよという方もいらっしゃるでしょう。
はい、男性の皆さんが歌うとなりますと、これはマイナス4です。プラスではありません。マイナス4を中心にどうぞ楽しんでください。それでは今月もまだまだ続きます。大戸浩司のカラオケレッスン、お楽しみに。